できるのじゃ。月下。ごめん。あと1時間。それは寝すぎなのじゃ。月下は学生時代からずっとこうじゃ。起こしても起きない。授業は巧妙にサボる。姉妹の中で実は一番めんどくさがり屋なのじゃ。要領がいいって言ってよ。ふんじゃ。ならもう身の回りの世話は金輪際してあげないのじゃ。それすっごく困る。泣くほど困る。本当、月下が嫁に嫁いだりしたら婿様がかわいそうじゃのう。本当、よくそれで笑わ抜きで旅に出ようとしたのう。月下。それほどでもー。ダメほらん。ほら、起きないなら無理やりにでも起こすのじゃ。ほれ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 。あっしゃ、こちょこちょやめて。わかった、起きる、起きるからー。わかればよいのじゃ。ほれ顔洗ってきんしゃい。もうお嫁に行けない。今の月下なら行かない方が吉かものう。きっそい。もう、わかったよ。それじゃあ準備してくるね。まったく世話の焼ける子じゃね。旅に出る前から何も変わっとらん。と言っても旅に出る前はわらわが大変じゃったからのう。む、今日もいい朝じゃ。でもいきなり人の姿になったからかのう。まだ違和感の方が強いのう。一時はどうなるかと思うたが月下と離れんでようなって本当によかった。普段から会話できるほどの相性の良さは引き家代々でも月下しかおらんかったからのう。普通の人間ではわらわがつくことすらできず、聞いてていてもわらわの言葉を認識することはできない。その点月下はわらわの言葉も理解し、わらわも月下と共感覚できる。こんな子は稀じゃ。だからこそ、もう一生離れたくないのじゃ。もう寂しいのは嫌なのじゃ。さて、そろそろ月下を起こすかのう。おい、月下起きるのじゃ。痛い。何？鉄柱。何するのよ、スザクー。違うのじゃ、違うのじゃ。わらわはわざとやったのではないのじゃ。月下を起こそうと思って、少し体に力を入れたらいきなり炎が出たのじゃ。何それ、怖い。スザクも今の姿になってまだ声優が出てないのね。まあ仕方ないことなんだろうけど。すまぬ、月下、まさか主に攻撃するとはのう。わざとじゃないんでしょ、ならいいわ。ほら私も起きたし、一緒に準備しましょう。髪の手入れとかお化粧とかいろいろ教えてあげるわ。本当ええ子に育ったのう。普段はわらわから見てもドン引きするくらいズボラなのにのう。うるさい。ちゃんと一人の時だけでしょ。ほら早く行くよ、スザク。へえ、そんなことがあったのね。大丈夫でしたか、スザク様。む、あれから誤発しておらんから大丈夫じゃよ。ねえねえ、まずは私の心配しない。防御なしでスザクの攻撃を受けたんだよ。月下は体だけは無駄に丈夫だからあれくらいならどうともありませんよ。気にしないでスザク様。そうじゃのう、じゃがのう、わらわの心がとても痛いのじゃ。私は心も体も両方痛いんだけど。月下もそうカリカリしないの。わざとじゃないんだから怒っても仕方ないでしょ。私が怒ってるのはお母さんにだよ。まあ、いいけど、実際傷一つついてないから。そういえば今朝からお父さん見ないけどもう行ったの。緊急任務だってことで、急遽応援でアルゼンチンに向かったわ。地球防衛軍にだけはなりたくないわね。私も現役時代はなかなか家には帰れなかったわ。常に戦場戦場戦場だったから気も抜けなかったし。わあやだやだ、展開で死にかけたからわかるけど平和万歳だわ。そうね、数日前にはテロリストと毒虫療法の奇襲、もうさすがに狙ってこないとは思うけど。でも月下、あなたはメリアちゃんを納得させるという茨の道を選んだのよ。あのメリアちゃんを認めさせる、容易ではないわ。お父さんにも言ったけど私も旅に出る。私の可能性を引き出すために。そう、寂しくなるわね。ごめんね、お母さん、一人にしちゃって。私はいいの、あなたたちが成長するために違う場所で自信を鍛えてる。今が一番大事な時期だからこそ私は見守ることしかできない。お母さん、スザク様、こんな娘ですが、よろしくお願いします。む、礼かよ、任せておくのじゃ。わらわが責任持って月下を見守ろう。それがわらわの役割じゃからのう。今日はゆっくり身支度しなさい。スザク様も今の姿のままではさすがに一緒にはいけないから。月下と一緒にどうするか考えてもらっていいですか。ああ、承知したぞ、礼か。では私は亡くなった方々のところに行ってくるから今日は帰りが遅くなると思うわ。うん、行ってらっしゃい。そうだスザク様、これをつけてもらっていいですか。なんじゃ。うん、やっぱり可愛い。お母さんどうしたの、これ。私が地球防衛軍時代でいろいろなグブを作ってくれる精霊術師の知り合いがいてね。最近その知り合いが村長になって町の復興が終わったらお店を開きたいって言ってて。その試作品でってことでつい最近送られてきたの。へぇ、デザインも可愛いね。精霊術師ってことは何かこの髪飾りに仕掛けがあったりするの。抑制のカゴと疲労現象のカゴがついておるの。
つまり疲れにくくするってことね。あの子、私を年寄り扱いして。ふふ、霊下を心配しておるんじゃろう。いい友人ではないか。そうね、まあどっちにしろ私には似合わないから朱雀様にあげます。では行ってきますね。そういえば朱雀って名前とかないの？そうじゃな、朱雀じゃなくなったわらわはもう朱雀とは名乗れんのう。わらわの名は関じゃ、今後はそう呼んでくれ。関、いい名前ね。それじゃあ今後ともよろしくね、関。それじゃあまずは羽とか尻尾をしまう訓練から始めよう。とりあえずこれが最後と。関、暇なら私の中にいたら。いいのじゃ、こうしていると月下が落ち着くからのう。バーカ。関って元朱雀だけあって、すごく体温が高くって心地いいんだよね。褒められると照れるのう。よし、これで全部読んだかな。お疲れ様なのじゃ、それじゃあ明日からはアルプス山脈に出向くのかのう。アルプス山脈の麓にある湖に水の精霊の住処がある可能性が高いみたいだからね。明日早朝から出かけましょう。そうじゃのう、まだ昼頃じゃし、町の観光でもするのはどうじゃ。町の地理を知るのも大事な情報じゃよ。そうだね、私的にはここからたまに見えるらしい蜃気楼の塔を見てみたいわね。ならここから北西あたりじゃのう。では月下よ、お昼を食したら向かおう。そうしましょう。この町は精霊のカゴに守られてるのかな。すごく自然に溢れてるよね。そうじゃな、わらわもここに来てから体の調子がすごく良い。自然を司る系の神も居心地のいい空間なんじゃろうな。明日から精霊たちが住んでいるとされる場所に行ってはみるけど、何か私の成長のきっかけになればいいわね。大丈夫じゃよ、この10ヶ月はちゃんと月下の成長につながっておる。今回もきっと何か月下にとって大きなきっかけになるはずじゃ。そうだといいんだけどね。そこのお嬢様方、観光ですか、どちらにお向かいで。この街でたまに見えるって話の蜃気楼の塔を見に行きたいのだけど。そうですか、あなた方は運が良い。運が良い。蜃気楼の塔は普段はなかなか見れない代物なのですが、今日はなんとその蜃気楼の塔が見えるのです。他の観光客も急いでそちらに向かった方が多いくらいです。消える前に急いで見に行くことをお勧めしますよ。ご親切にどうもありがとう。あなたはこの街の住人ですか？いえ、今は出張でこの街に滞在しているだけです。私は自然にまつわる研究員をやっているので、そういう自然に関する現象には詳しいのです。そうなんですね。情報ありがとうございます。急いで行ってみますね。良い旅を。お気をつけて。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。